はいどうも、遠藤です。平井大さんのザ・ギフトという曲なんですけれども、この曲がエリック・クラプトンさんの Tears in Heaven に似ているというね、ネット情報を見ましたので、今日もコードの方から検証していきたいなと思います。ギフトですね。聞こえるよ僕の名をよ、その声が月明かりの中、いつかのメッセージ届いているよ。こんな感じですかね。次はエリック・クラプトンさんの Tears in Heaven ですね。この曲弾いてみようと思います。ページ4なんで Heaven、 まあみたいな感じですかね。エリック・クラプトンさんはラララララレイみたいな感じですね。で、平井大さんが聞こえるよ、まあ似てるっちゃ似てますよね。うん、ララ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 ラみたいな曲っていっぱいあると思いますけどね。それがたまたまサビに来てしまってると、あと一発目のメロディーで、一発目がサビ頭みたいなもんですよね、二つともね。そこで印象が、そのメロディーの印象が強いっていうのと近いっていうのもあるかもしれないですね。で、キーがかなり近いんですよね。エリック・クラプトンさんのキーが A になるんですよね。で、半音下げですね、平井大さんの方がね。半音しか隣同士ってことですね。で、メロディーの音階もかなり近く感じてしまってるって感じですかね。これ試しに平井大さんのコードの方にエリック・クラプトンさんを入れてみましょうかね。歌えるっちゃ歌えますね。パクリってない。まあ難しい問題ですね。で、僕このラララララのメロディーで思い浮かべたのって、あのフルハウスってドラマあったじゃないですか、 NHK 教育のね。それのオープニングテーマでこれですね。ララ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 ラね、これはほぼほぼメロディーはかなり近いと思うんですけどね。でもあのテンポと、まあバラード調じゃないんでこの曲は、うん、ポップな感じなんで、テンポとね、そのキーも全然違って、キーはいいですね。ね、だいぶ離れてるんで、そう、同じように聞こえないってのもあるかもしれないですね。だから、ね、もしかしたら、平井さんもここのキーでね、作れば、まあ歌えないかもしれないですけど、そのキーの問題でね、うん。もしかしたらここのキーでね、うん。ね、聞こえるよ、僕の名もなその声が、みたいな感じですかね、いいだと。うん、これだったら、パクれて言われなかったかもしれないですね。うん。で、もっと言ったら、これ、コードで言ったら、木村カエラさんでバタフライと一緒な気がするんですけどね。聞こえるよ、僕の名を呼ぶその声が、月明かりの中の気づか、まあまあ、ここまでやんなくていいか。これでしょ？ね。バタフライ、今日は、今日ままで。こんな時より素晴らしいですかね。でもこれのパクリっては言われないですね。コード進行こっちの方が近いですけどね。 C に戻してみましょうか、両方とも。聞こえるよ僕の名を呼ぶその声が、月明かりのみたいな感じかな、 C だとね。バタフライ今日は今までのこんな時より素晴らしい、一緒だけどね。でもこれのパクリとは言われない。フルハウスのパクリとも言われない。難しいとこだね。まあだからすごくこの曲に似てるって思われちゃった理由としては、さっき言った通り頭サビね、そこの印象がかなり強いで、テンポがかなり近いバラード調なんで、あとキーが隣同士ですね。G シャープと A で、ほぼほぼキーも一緒っていう。だから、みんなが覚えてる音階、世の中の皆さんが思っている音階と一致してしまったっていうのがあるかもしれないですね。でも、このようなメロディーの曲も、このようなコード進行の曲も多分いっぱい名曲であるんですよね、多分ね。うん。まあまあ、パクってるパクってないっていうのはまたちょっと違う話として、まあ一応コードを検証すると一応こういうデータは出ますよって感じかな。うん。まあコード進行は近いですよね、かなりね。うん。でもこの平井さんの曲のコード進行、俺むちゃくちゃいいと思いますよ。いい曲だなって思いますけどね、僕はね。うん。ね、歌唱力むちゃくちゃ高いですしね。
なのでなんかちょっとうまくまとまんないですけど、まあ一応コードを検証したらこういう曲が結構出てきましたよっていう感じですかね。確かに似てるって言われたら似てるかもしれないですね。うん。まあでも、同じようなコード進行の曲とか、メロディーは結構あると思いますけどね、世の中にね。はーい。